皆さんこんにちは、タクシーアナウンサーギャバンです。ヴァンピール引き続きやっていきたいと、思います。これね、始めると結構ね、もう中毒性があってパッパパッパやっていきたいっていう感じですね。特に今もうかなり、ゲームの進行としては順調で、仲間をどんどん増やしている状況ですので、どんどんみんなと仲良くなりたい、早く配下増やしたいみたいな感じになってますね。で、僕的にやっぱ気になってるのは、神父のですね、ラモンが、最近ちょっとデュランに狙われてますんでね、大丈夫かなと。まだ多分大丈夫ですね。なんかね、あの敵の支配下に落ちちゃうと、あのもちろん夜になれば分かるんですけど、あの夜以外でもね、なんか、すごい無機質な会話を繰り返すようになると、敵に取られちゃったなっていうのが発覚するっていう感じですね。あら、あ、ほら、あちらで羊毛を糸に紡いでおりますの。その紡いだ糸を布へと織り上げていくのですわ。できた布は私たち自身も使いますけど、他の町にも売りますのよ。もうないか。おほほほほほ。さてと、どうしようかな。もう大結構ね、仲いい人はもう仲いいですからね。お、サティも出かけていくぞ。どうしよっかな。やばい、やっぱりこっちルートの周りはあんまり良くないかな。あんまり良くないと分かりつつもですね、ちょっと来てしまいましたんで、このね、森組の人たちね、これ1日目からあの四角ボタンで会話ができるっていうのをちゃんとマスターしてれば、もう 1,2 回ぐらい会話多くできてたって考えるともったいなかったな。おっと、残念、打ち漏らしたよ。どうやら君に先に発見されてしまったな。それじゃあ狩りは失敗だ。残念ながら僕は君の獲物になっちまったってところだな。お、結構上がってきたんじゃない。さあ早く斧を振り下ろせ。せーの、よし。俺の切った木を使って兄貴がいろんなものを作るんだ。兄貴とは一緒に住んでるよ。今度みんなで一緒に食事をするなんてのはどうかな。きっと楽しいさ。お、結構いい感じっすね。サティちゃん、あれ、私もね、パンの作り方を教えてもらったんだ。だから今度私が作ったパンを食べてよ、クリストファー。あ、もしかしたらこれは遠巻きにお家においでよのあれかもしれない。よいしょ、ライザさん。本当はね、地主様の病気にいい薬草を探しているんだけど、困ったことにいい薬草ってこの辺りにはあまりないのよね。地主様ってダイダロスのことだよな。誰と仲良くなろうかな。もうヨハンナさんとは仲良くなりたい。この藁を使ってろうそくも作るんですよ。それも大事な家での仕事なんです。そうだわ、クリストファーも今度一緒に作りましょうよ。その気になったら家に来てくださいな。ね、さあ家にお誘いがありましたよ。これでね、かなり好感度としては、ほぼマックス状態というね感じだと思います。80まで上がったのかどうかっていうのはちょっと分かんないですけども。お、笹原さん、仲良くしましょうよ。なんだい、収穫祭まで待てないって顔だな。へっ、バカだな。その待ち遠しい感じがいいんじゃねえか。少し仲良くなりましたね。普段仲良くしてない人とも仲良くなりたいんだけどな。あ、誰かこっちにいるぞ。イオスさんかな。ああ、俺はここで牛の世話をしてるイオスだ。見たことない人だね。噂のよそ者ってのは君のことだったんだな。よそ者？うん、そうだね。こういうみんながみんなを知っているような村だったりすると、知らない人が入ってくるのを嫌ったりするもんなのさ。それが遠くの人であれば、例えば誰かのところに嫁入りしてきたような人でもね。でも僕はそういうことは気にしないから。だからってすぐ仲良くなれるとかそういうんじゃないけどね。結構よく喋んな、こいつ。ムスッとした感じだと思ったけど結構喋るぜ。レーンさんとも一応話しとくか。レーンさん、
客が来ねえよじゃ俺の自慢の料理の腕も震えねえぜ。安い材料を高い料理に仕立てる腕がよ。そうだ、あんたうちの料理を食わねえか。宿をやってない時間でよけりゃ格安で提供するぜ。お、これはいいかもしれないですね。もしかしたら宿をやってない時間に来ればもう一回おしゃべりができるかもしれない。あーでもな、他にもお話したい人いたんだよな。あ、ここ入れねえのか。ここか。誰だっけ、ここの人。もう人が多すぎて分かりません。あ、サイラスさんね。遊牧を終えて戻ってきた春にはとても良い、羊毛が取れます。その羊毛を染色して織った布は村の特産品なんですよ。おお、そうですか。とりあえずもう今日はレーンさんの料理をもらおうかな。宿がやってない時間だったら食べさせてくれるって言ってたもんね。マダーン、アルドさん家帰ってきてんだ。あれ、アルダスさんもうだいぶ仲良くなったじゃん。もしかしてやられた？そんなことないよね。マダームももしかしたら会話イベントあんのかもしれないけど、僕何回かやったんですけど、この人ねマックスまで好感度上げてもダメなんですよね。あれ、あーう、あれ、料理をご馳走してくるんじゃないの。料理食わせてよ。あれ、もう一回かな、レーンさんは仲良くなるには。うわっ、あいつだ。くそー、ジュラン。もうちょっとダメかな。あ、オッティさん釣りも終わりですか。さあ今日はどうしましょうか。ね、ラモンさんのラモンの取り返す作業もしつつっていうことでやりたいな。ミルティアさんはそのまま行ってください。で残りの分は我がクリストファに、少しください。はい、クリストファの能力的に吸血能力がまだまだ上げられますね。攻撃能力はね多分上がんないんじゃないかな。よし、行くぞ我がしもべたち。ラモンさん人間な、やっぱり取られちゃうのはまずいからね。あ、そうだ、あいつがどこ行ってんだ。やっぱりな。くそ、つえ、やられてるか。あぶねえ、やられてる。バカめ、お前の頑張った分は俺が取り戻してやったぜ。さあ、蜂蜜マダーン。男の人もな、仲間にしたいんだけどな。う、あそこのお家に入っていってる。よし、セリアさん。あー、吸血に必要な血流量がない。なんと、ダメだ。くそー、二人いけると思ったんだけどな。やっぱ男は吸血するのに力が必要か。誰かもう一人やったか、あいつなんかうろちょろしてたな。男はそうか、吸血するのにパワーが必要かな。無理か、女の人でもダメだからな。まあでもね、多分ルイザさんが少し吸ってはくれてるはず。あ、まだいるな、あいつ。何やってんだおい。もしかしたらこっち来るかもな。あ、来た。
ろ。はいで、よし、パラってやったぜ。おっと、ヴァンパイアハンターが来た。落ち着くなよ。うわ、来た来た、危ない、どこ、危ない、怖い。よし、あとは見守るか。ミルティアさんが多分旦那さん結構やっちゃってるよな。ルイザさん結構、ミルティアさん、ミルティアさん、我が家に来てもあんまり意味ないですよ。ミルティアさん、我が家に、我が家に お越しですか。ハニカがね、あんま頭良くないんだよな。いや、うちに来ても何にも無理っすよ。おしゃべりします。命令、徘徊、ん、あ、そういうことか。直接話しかけても命令できるんだ。あー、夜が明けた。どうでしょう。うん、生産はしてくれましたね。お、なんか星が2つになってる。レベルが上がったってことかな。あれ、ルイザさんちょっと体力上がったかもしれない。ほうほうほう、レベルアップするんだ。ミルティアさんはおそらくまだレベル1ですね。よーし、敵に先立ってね、敵が配下を増やす前に、とにかく、こっちの配下を増やすということでね。ラモンが危なかった。そして男を吸うにはね、まだやっぱちょっとハードル高いな。一人しか吸えないな。まあ、ということでね、ヴァンピール引き続きやっていきたいと思います。皆さんもぜひ気になった方はね、僕なんかより多分うまくやれる人たくさんいると思いますんで、ぜひ私より効率のいい、こう、あの、なんていうんですか、挨拶ルートを決めてですね、一人でも多く効率よくですね、好感度を上げつつ、敵より早く戦力を蓄えるという形でやっていただくと、会話イベントも見れるしっていうところでね、楽しめると思いますので、ぜひチェックしてみてください。タシアンナーサーギャマンでした。ありがとうございました。アルルー。